2016 J リーグ YBC ルヴァンカップニューヒーロー賞はガンバ大阪井手口洋介選手です。どうですか、ニューヒーロー賞に井手口さんが今回なりました。その感想というのはどうですか。素直に僕が取れると思ってなかったので素直に嬉しいです。なんで僕が取れると思ってなかった、どうしてですか。いや、こんな賞取ったことなかったんで、はい、そうですね、想像もしなかったです。まあ、ガンバ大阪には先ほどもおっしゃっていましたけども、素晴らしい先輩方たくさんいらっしゃるじゃないですか。普段から一緒にプレーをしていて、まあ、昨シーズンと比べて何か成長した部分は感じられますか。伸びしろですか。伸びしろですね。どうですか。日々本当に上手い選手と練習できていることが自分の成長にもつながっていると思うし、すごく吸収するものがいっぱいなので、それが自分につながっていると思います。というわけで見事に今年のニューヒーロー賞受賞はガンバ大阪井手口洋介選手です。改めて大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。おめでとうございました。それでは